はい、皆さんこんにちは、エンプラチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。ということでね、今日はですね、開封動画といいましても、開封もしちゃいました動画です。ずいぶん前からね、ちょっと欲しかったものがあったんですけども、値段のこととかそんなわけでもなく、購入にちょっと躊躇していたというね。これは何かと言いますと、キャプテンウルトラというね、1967年の作品ですか、ウルトラ級ウルトラマンときて、円谷プロさんがね、次回作ウルトラセブンまでの間半年ぐらいちょっと時間が欲しいんですけどもと言ったところ、テレビ局の方とね、武田阿波さんの方がちょっとそこに穴を開けたくないなってことで、東映さんにお願いして作ってもらった幻のウルトラシリーズ第3弾ということですね。キャプテンウルトラという素晴らしい、なんかスペースオペラのようなね、テレビ番組がありまして、それに登場した、これがね17話だと思うんですけども、合成怪獣バクトンというね、キャプテンウルトラに関しましてはね、年代ごとのなんちゃらかんちゃらっていう特集やってますので、その時にやりますけども、今回はね、買ったばっかりということでね、バクトンについてちょっとねお話をしていきたいなと思うんですけども、その前にね、ソフビのお話、これね、2002年の商品なんですけども、2002年に発売された時はですね、成型色がちょっと違います。これとはね、違ってもうちょっとね茶色い、劇中により近いバージョンって、劇中を知ってるのかって感じなんですけども、劇中に近いようなね、もうちょっと茶色っぽい色合いをしたもので、これはその2期かなんかなんですかね、オレンジっぽい、オレンジに近い茶にして、唇とかピンクで口の中真っ赤にしての、目もねブルーだったのを、シルバーに変えられてとか、いろんなところがちょっとね、ポップな色合いに、ちょっとビビッドな感じにね変えられたものですね。本当はね一気の方が欲しかったんですけども、出回らない、幻の商品みたいな感じ。ヤフーオークションとかでも売ってるんですけどね、5万円近い金額になっていたりとか、結構このね、バクトンに関しましては結構皆さんね強気な価格、4万円近い価格じゃないと、手に入らないかなっていうようなものですね。とは言ってもね、子供じゃないのでね、買おうと思えばねそれぐらい出せないことはないんですけども、躊躇してたのは理由の一つがですね、私このマーミットって会社のソフビとすごく相性が悪いわけなんですよ。すごく悪い。昔ねマーミットさんのソフビをね結構持ってたんですよ。例えばですね、モグネチュードンね、これはピープロさん、スペクトルマンに出てきた怪獣ね、ナマズとモグラの合成怪獣みたいな感じなんですけど、地震を引き起こす恐ろしい怪獣モグネチュードンね、恐ろしいでしょう。なんか顔2つもついてて、しかもこの奇怪なデザイン、こういったものですとか、仮面の忍者赤影に出てきたアゴンね、こういったね私が欲しいなっていうような怪獣っていうのはですね、まずバンダイさんとかがね手を出してくれない。私が欲しいものはね出してくれない。欲しいものはっていうかね、みんなが欲しがるようなものを欲しがれよって言うんですけども、なかなかねそうもいかないので、そういった隙間を埋めてくれるメーカーとしてね、マーミットさんソフビを出しててくれたんですけども、やはりねマーミットさんのソフビと何が相性が悪いかというと、私こう触りマニアなもんですから、こういったあの手でね感触を楽しむのをね、モットーとしてるコレクターとしては、ソフビのねベタベタヌトヌトっていうのがどうにも嫌なんですけども、私が購入したマーミットのソフビってことごとくベタベタになっちゃう。本当にね1年2年でもうベタベタ、このアゴンとモグネチュードン、ビニールパラダイスシリーズっていうんですかね、ビニパラのベイビーだったのかな、なんか2つね、他のメーカーが出してくれないからね、しょうがないですよ。もうそれ買ってね、
それ大事にしてたんですけど、触るとベタ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 、しかもこのそのベタベタがね、ちょっとね、ちょっと私のね、なんかこの許容範囲を超えるベタベタ今だったらいろんなね薬品とかあのいい洗剤とかがあって落ちるんでしょうけど、中性洗剤ぐらいじゃねびくともしないぐらいのね、まあそれでまあベタベタを取っていた、ベタベタは取れないのに表面の塗装が全部剥がれてきたりとかですね、まあ塗装ごとなんかぬとーって感じで落ちていったりとか、塗装面もねなんか剥げてくるみたいな、とにかくね手に負えない代物だったわけなんですよ。まあそんなんでね、まあこれはドリームロケットさんがね出してくれたっていうことでね、これはもういいのが手に入ったんでお役ごめんということでね、マーミットさんのベタベタホイッと。そしてこれもね、増田屋さんのものですけどもね、増田屋さんね、ちゃんと足の裏に増田屋って書いてあると思いますけど、この復刻版が手に入ったのでね、マーミットさんがもうベタベタ、もったいないけどね、今だったら、まあ、売っちゃってもよかったのかもしれないですけどね、当時の私はね、こんなベタベタなものを人に渡すのはね、ちょっと申し訳ないなと。とは言ってもね、家に置いとくのもね、なんだしって言ってゴミにしてしまったんですけども、今オークションとかとかでマーミットさんのねソフィとか見るとベタつきありっていうのがデフォみたいなね、ベタつきありでもね売ってる私としてはそれ信じられなかったんだけどね、ベタベタするもの売るなよみたいな感じなんですけども、まあマーミットさんのものに関してはほぼベタつきありますって書いてあるね、やっぱりね、それにそういったことが書いてなくてもマーミットさんの装備を購入したからにはベタついてて当たり前っていう常識みたいなのがねマニアさんの中にはあるので、もうそれはもう覚悟の上で購入しましたよみたいなね、もう洗うの覚悟ですってね、今だったらね激落ちくんアルカリ電解水とかねあんなのがあるからいいんですけども、20年前とかはね、普通の洗剤とかいろんなものを試しましたけどもね、全然もうやっぱり何ヶ月か経つとやっぱりベタベタが出てくるっていう、まあ、そういったものがあってね、マーミとソフビっていうのはちょっと苦手意識があったもんですからね。それで今回はですね、これもと思ったんでかなりお安く売ってたわけ。ってこれはね、この、まあ、いくらで買ったかは言わないですけども、まあすっごい安く売ってたんで、やっぱりそれ何にベタついてるんだろうなと思ってね購入したら、やっぱりもううって触って感じ、あーって感じのぐらいねベタついてました。ベタついてたし、なんか嫌なねものがあった。これね足の裏とかっていうか、これ足の裏に今つけてますけども、これが袋に入ってたんですけども、ビニール袋っていうかね、まあ普通の、これを梱包してあったオリジナルじゃないですよ。一回開封したやつをまたビニールに詰め直して貼った、もんだと思うんですけどね、普通のビニール袋に入ってたんですけども、そのビニール袋にねこれ10万って書いてあるの10万の値札つけて売ってたんだね、これね、どっかのショップで、やっぱり10万の値段つけてね売れねえなーなんて見て、きっとお店の人がね一回袋から出したと思うんですよ。出した瞬間にベタうって感じの、本当に触った感じはうって感じのねベタつきがあったっていう。ああこれは10万で売ったらちょっとクレームになるなっていうんでね、まあ10分の1ぐらいの値段にしたんでしょうね、これね。わかる。これはね、あのベタつきで10万で売ったらね、ちょっとなって感じがしますね。なんかね、10万すごい強気の価格で売ってたね、なんかね。びっくりドッキリだけど、まあ Amazon でね、4万、5万だからね。他でもメルカリとか見ても4万ぐらい。まあですからね、ちゃんとしたショップさんで売ってるんだったら10万ぐらいで売ってるのかなみたいな感じですけども、まあ10分の1ぐらいになっちゃいましたわっていうところなんですけども、やはりね触った感じぬるっというのと、やはりこのマーミットのソフビっていうのはね、今まで過去このベタつきを取ろうとして塗装面まで持ってかれちゃったことが何回もあるもんですから、ちょっとね慎重にね、触るのも塗装面を触るのも慎重に言ってたんですけども、やはりね、なんでしょうねこれ安定が非常に悪いな、なんか足の形がちょっとぐらっときちゃった。まあこういったところね、赤いところシワシワになってるの分かります、これ、ね、このなんか爪で引っかいたような跡があるんですけど、これね塗装面が膨らんでたんですよ。
これソフビから出る可塑剤がねじわっと出るのが塗装面をがうまいことね揮発しなくて塗装面の下に、溜まっちゃってるんですね、溜まっちゃってた。ですからね触るとブニョブニョするような感触、ベタっていうところじゃなくて塗装が浮いちゃってるっていう、塗装が移動するって感じですか、まあ、そういったような現象が起きているって、これがね赤いところに起きていて、緑のところは結構なんともなかったんですけども、この口の中にもね結構そういったところがあったので、と思ったんですけどね、やっぱりベタベタはね洗わなければいけないっていうところで、その盛り上がってるところはね、どうやって直すかというと、まあ水をつけた綿棒でこのねキューってやって、この要はでガールを貼る要領でね可塑剤を押し出してってね、押し出してってそこにね、まあいいのか悪いのか分かんないですけどね、プラモデル用のマークセッターってやつですか、デカールを、ね、密着させるノリみたいなのが含まれて、デカールを柔らかくする液体ですね、あれをこの辺に浸透させてあげて、またペロってやって、この浮いた塗装面を全部なじませてやってね、そしてなじませたところをドライヤーで乾かしてカチカチにしてっていうところなんですけども、やっぱりねベタベタ取れない、こういったところからね隙間から押し出してやった、押し出してやったらね破れてとか、これ線になってると思うんですけど、そういったところ染み出たものをね全部取ってやって、マークセッター染み込ませてやって、また綿棒でそのマークセッターのね、液体の余分なものを全部拭き取ってドライヤーで乾かして、乾燥させて、それでも全体的にはねまだカチカチなもんですから、カチカチっていうかベタベタなもんですからね、この赤いひだひだはねそれなりにうまくいったんですけども、問題はねこの口の中のこのね綺麗な赤い塗装の部分にもポコポコポコっていうのね嫌な盛り上がりがあったんですよ。これをね綿棒で軽く触るとねペコペコっとな、来てる来てる来てるっていう感じの、もうそこはね、どうしようもないやと思ってね、もうこのベタつきは我慢できないのでね、ベタつきはね全部ね、まあ皆さんがやってるようなね、月経蓄ねアルカリ電解水とか、まあ中性洗剤を使って二度洗いしたりなんかして、ベタベタはね完全にきれいに取れました。ベタベタは完全にきれいに取れたんですけども、口の中の塗装がねベロッと剥がれちゃいました。この中ねこの辺にねビリビリビリっとね結構広範囲にベロベロっていってしまったもんですから、そのままね剥がれるところはね赤いところは結構剥がしちゃいました。このベーっと剥がれちゃったところをサウンドペーパーのねすごい透明パーツかなんかを磨くねビニールシートのような安いって売ってるんですよ。すごい目の細かいやつね、あれで何回かこすってあげて、その塗装がね剥がれたところと剥がれてないところの段差をできるだけなくしてあげてと。でもうね赤とねこの成形色のまだらみたいなね破けたような形になっているところに、普通にねこのね綺麗な赤をねパッと拭いてあげると、下が透けちゃいますからね、下が透けちゃうし、またサーフェーサー拭いて赤拭くと綺麗にならないして悩んでね、まあいいやここはね小豆色を塗ってしまおうと。ですからこの、ね、口の下の部分の真っ赤と 上の方はねちょっとよどんだような黒になってると赤いになってると思うんですけども、これは自分でね小豆色をねマスキングして、この唇のとこですね、この唇のところにね、マスキングねマスキング剤をカットして口の形にカットして、あとはねビニールとかいろんなもんでマスクして口の中だけさーっと拭いてあげたって感じ、普通の赤だったらねちょっとね、下地の、オレンジのところとすでに赤が残ってるところがね結構目立つような感じになると思うんですけど、小豆色だったらね結構隠蔽力が強いので、まあね直したのでそしてまたねドライヤーで乾かしての、そしてまあ1週間ほど放置してて、触っても大丈夫かなという恐る恐る触ってみたんですけども、口の中は触ってももう
色が剥がれたりしない状態にまで持ってきましたというところでね、ベタベタも取ったよって、ベタベタも取ったし、よいしょ、なんか足の形的にちゃんと立たねえなこいつ、うん、立った立った、ベタベタも取ってた。大変な思いをしてね、やっぱりマーミットのソフビとは相性が悪いなっていうのをね、ひしひしと感じながらも、まああれからね、随分と私もね、20年前の私とは違いますからね、それなりにスキルもついてるので、まあこれぐらいの修復はできますけども、修復済みということでね、さらに価値は下がってしまったと思いますけども、まあね、これもそのままショップとか持ってっても気づかれないと思いますね。修復レストアしたもんですよ、ね、こんな動画見てる人だったらね、あーレストアしやがったなこいつはみたいな感じですけど、まあ売る気は全くないですからね、こんな大事なものを、というところで、ね、マーミットの装備にしては今のところね、すごい安定した状態になってます。まああとはね、半年後ですね、半年後また触った時にどれだけベタついてるかっていうのがあるので、まあ今年はね、半年ぐらいはね、風通しのいいね、部屋の中とかに置いて、もう狭いところに、しまっとかないで、これはこのままね、窓際に飾っとこうかなと思っていますわ。はい、バクトンについてはね、また後日お話したい、いきたいと思いますバクトンについてはですね、まあこうやって見ると私のね、欲しい怪獣とか好きな怪獣っていうのはまあちょっと歪んでるかなとは思うんですけども、やっぱりね、バンダイさんが出してくれるようなものっていうのはね、それなりに魅力はあるんですよ。魅力はあるしね、まあそれなりに買ったりもしますけどもね、こういうね、ネロンガとかね、こういうのとはね、やっぱり違うんですわ。違う、まあこういうやっぱりね、まあバンダイさんが出さないには出さない理由があるっていうところの怪獣たちっていうのはね、どことなくやっぱりね、いい味がある、ドラマ性もあるし、素敵な怪獣たち、もう見てこの顔、これうるせえやつに出てくるダッチャ星人とかじゃないですからね、これはね、これはもう、まあこれについてはね、語れって言われたらね、1時間ぐらい話が止まらなくなっちゃう。もうこっからもう話がスタートして、大阪万博の話まで行って、パビリオンの話までしなくちゃいけなくなっちゃいますからね。まあそんなところで今日はね、まあえらい大変な思いして修復しましたわってね、やっとここまで持ってきたよっていうところでね、やっと飾れるとこまで来たので5万 S ですわっていうところね、ここまで来るのに長い道のりでした。まあマーミットの装備はね、本当に苦手だからね、なかなかためらってしまうんですけども、もう多分このバクトンのね、ソフビ怪獣はもうね、キャプテンウルトラの不安だった人も高齢化してしまっているの、今やね、ソフビ界もやっぱりね、帰ってきたウルトラマン以降の怪獣が人気だったりなんかするのはね、やっぱり世代が交代してんだろうなと思ったりしますよ。ブラックキングがね、すごい人気だなんて言ってもね、まあね、もうあの頃にはもういいお年でしたからね、っていうのはもうちょっと古いのがいいなと思うんですけども、もうこういったものもなかなかね、装備化されたり再販されたりしないのかなと思うとね、まあまあでもね、もうマーミットさんの装備もこうやって再生できることが分かってしまうと、ちょっと夢がね、膨らんじゃったりなんかしますよねまあそれそんな会話しないですけどね。まあというところで今日はね、合成怪獣バクトンマーミットのソフビでございました。それではまた失礼します。